白峰村は石川県の南に位置し白山の登山口として知られた村であった。また、恐竜の化石が大量に産している、桑島化石壁があることから、化石の村としても有名。村域の東半分が白山国立公園で日本有数の豪雪地帯である。地理的。 歴史的に他の加賀地域と隔絶されてきたために、白方弁という特殊な方言が発達している。2005年2月1日に、野の市町を除く石川郡を構成する、町村及び、末東市と合併し、白山市になった。室堂にある白山美名神社の奥の宮と白山の、御前峰水田が少なく、山腹で、焼き畑工作を、 主とした手作り農業がなされていたが1934年の手っ取り川大洪水以降減少し、現在は実験的にしか行われていない。かつては養産業、新炭業で栄えたが、昭和30年代の燃料革命で衰退した。警察石川県警察剣警察署が管轄する。消防マット石川広域事務。 組合消防本部白山消防署が管轄する医療上水道全域を白鳳村が供給する下水道村内全域が白峰村単独の公共下水道をゴミ処理マットを石川広域事務組合がマットを市のマットを石川環境クリーンセンターで処理する電話金沢市の西日本電信電話金沢支店が管轄する郵便村内の集配は 以下の壺根が行う。また、夏季限定で、白山の室戸ビジターセンター内に、白山山頂郵便局が開設されている。税務末藤市の金沢国税局末藤税務所が管轄する。その他手っ取り川ダムに水没する前の桑島地区の空中写真。中央やや左寄りの丸い建物が、円筒校舎。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成書き白峰小中学校の校舎は隣り合って、降り、渡り、廊下一本でつながれていた。運動会は合同で行われ、体育館、プール、家庭室、食堂を共用しているが、小中併設校ではない。手っ取り川ダム建設により、桑島地区が水没するまでは、桑島小中学校が存在した。 中学校、小学校、図書館、博物館、美術館等体育施設村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、越前鉄道勝山永平寺線勝山駅、あるいは、北陸鉄道石川線鶴木駅。国道157号と石川県道33号白山公園線との、白鳳交差点白山国立公園。 一ノ瀬ビジターセンター白山室堂、ビジターセンタースキー場温泉。ありがとうございます。